Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。バンコク都は遠隔医療プログラムを開始しています。死亡率が低下しています。保健当局はデング熱と手足口病に警戒するよう市民に呼びかけています。タイ工業団地公社が日本スタイルのスマートシティ開発計画を発表しました。それではまず初めのニュースです。バンコク都は遠隔医療プログラムを開始しています。バンコク都庁はラタピパッドサンドボックスと題した遠隔医療プログラムを導入し、都民の健康を管理しています。ラタピパッドサンドボックスは、バンケイ地区のラタピパッド病院と協力し、バンケイ地区に移動医療ユニットを配置するものです。キャッチャーとバンコク都知事は、旅田バンコク副都知事とともに、ラタピパッドサンドボックスモデルの立ち上げ式典を開催しました。キャッチャーと都知事によりますと、バンコク都は現在、一般市民、特に医療支援を必要としている人々のために、医療サービスの拡大と強化に取り組んでいます。このプログラムの狙いは、支援を求めている患者に医療サービスを提供し、また医療スタッフや病院の負担を軽減し、混雑を減らすことを目指しています。キャッチャーと都知事は、ラチャピパッドサンドボックスプログラムは、医療サービス部門、保健局、地区事務所、国家健康安全局、都庁の医療センターや民間からの補助を受け実施されていると述べています。現在、サンドボックスプログラムを利用できるのは、バンコクの一部の地区だけですが、キャッチャーと都知事は、同様の医療サービスが近いうちに、バンコクの50地区すべてで利用できるようにしたいとの意向を示しています。次のニュースです。失業率が低下しています。政府のシンクタンク国家経済社会開発評議会は、今年第2四半期の失業率が2020年に新型コロナが世界的なパンデミックとなって以来、最も低い数字となったと報告しました。ラヌチャ事務局長によりますと、2022年第2四半期の失業者数は55万人で、全労働人口の3980万人の 1.37% を占めました。昨年の第4四半期の 1.64%、同第3四半期 2.25%、今年の第1四半期 1.53% に比べて改善したと発表しました。今年第2四半期の失業率は、コロナ禍がタイ経済に打撃を与える前の2020年第1四半期の 1.03% に次ぐ低さであり、コロナ禍からタイ経済が徐々に回復しつつあることを示していると説明しています。一方、雇用者の数は3900万人前後で、昨年の同じ時期と比べ 3.1% 増となりました。これは第2四半期に2740万人を雇用した非農業部門の雇用が増えたためで、製造業、卸売小売業、輸送倉庫業などで雇用が伸びています。ラヌチャ事務局長は、失業率の改善は経済がコロナパンデミックの影響から立ち直りつつあることを示すものとし、
景気回復により、外国人、移民労働者を含む民間の労働力の需要が高まっていると述べています。タイでは現在約220万人の外国人出稼ぎ労働者がいます。これはコロナ前の310万人からは少ない数字となっています。次のニュースです。保健当局はデング熱と手足口病に警戒するよう市民に呼びかけています。保健当局はデング熱や手足口病など、雨季に感染が拡大する可能性のある病気に注意するよう国民に呼びかけています。トライスリー政府副報道官は、高熱が2日以上続き、持続性のある頭痛、筋肉痛、体や手足に小さな再反転が出た場合は、デング熱の可能性があるとして、すぐに医師に診てもらうよう国民に呼びかけました。保健省疾病対策局の報告によりますと、今年初めからこれまでに1万6000人がデング熱に感染し、このうち14人が亡くなっています。疾病対策局のオーパス局長は、今年はデング熱が大流行する恐れがあるため、とりわけ昼間に蚊に刺されないよう、注意する必要があると指摘しています。デング熱は蚊が媒介するウイルス性の熱性、発疹性疾患です。オーパス局長によりますと、タイではデング熱は昨年と一昨年にあまり流行しなかったことから、今年は大流行する可能性があると見ています。デング熱を媒介する熱帯シマ蚊などは、昼間に活発に活動するため、この時間帯に蚊に刺されないよう注意する必要があります。また、雨水が入った屋外の容器を処分したり、殺虫剤を散布するなど、蚊の繁殖を防止してほしいとしています。昨年は1万4000人以上がデング熱に罹患し、うち11人が死亡しました。また、トライスリー副報道官は、保健当局は子どもたちの間での手足口病の発生を懸念しており、雨季に感染が激化する可能性があると懸念を表明しています。発熱、疲労感、口腔、手足や指に水泡を生じます。トライスリー副報道官は、保護者や学校関係者に学校のプールや児童教育機関、遊戯施設の徹底した消毒や子どもたちの健康状況を注意深く観察し、これらの症状に気づいたらすぐに医療機関を受診するようアドバイスしました。次のニュースです。タイ工業団地公社が日本スタイルのスマートシティ開発計画を発表しました。タイ工業団地公社は日本が採用したスマートシティ開発に倣った開発計画と工業団地の開発計画を発表しました。タイ工業団地公社は現在、近代産業分野での日台協力の拡大に取り組んでおり、今後2年間で日本企業から30億バーツの投資を見込んでいます。イギリス所長によりますと、タイ工業団地公社はサムットサコン工業団地で独自のスマート工業団地エステートキャンペーンやスマートパークキャンペーンを通じて日本の羽田で導入されたイノベーションシティを採用したいと考えています。この方針は先進的な医療技術とスイスの燃料利用とともに産業とスマートシティの発展のために最先端技術と近代的イノベーションの実施に焦点を当てたものとなっています。またタイ工業団地公社はタイ投資委員会と協力しより多くの日本企業の投資を呼び込もうとしています。タイ工業団地公社とタイ投資委員会は電子回路基板やマイクロチップの製造、開発を専門とする日本企業を支援しており、これらの企業は今後2年間で東部チョンブリー県にさらに3000万バーツを投資する予定です。イーリス所長は、日本の投資家にとってタイは依然として魅力的な投資先だと述べています。タイのインフラ、労働力の安全性、公共事業、物流能力のおかげで多くの日本の投資家がタイへの新規投資や現在の投資の拡大に興味を示しています。ウィーレス所長によりますと、日本の投資家はタイの政治状況には全く懸念を示しておらず、主に提供される投資への特典や利益に関心を示しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。バンコクとは遠隔医療プログラムを開始しています。
用率が低下しています。保健当局はデング熱と手足口病に警戒するよう市民に呼びかけています。タイ工業団地公社が日本スタイルのスマートシティ開発計画を発表しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.